アイルランドに住んでいたのでパリにもちょいちょい行ってました。成田家というパリにある日本発のラーメン屋によく行っていて好きなんですが、広木さんパリで好きなラーメン屋もしくは和食レッストランありますかありません。<laughs> ヨーロッパで本当に美味しい和食レストランは貴重ですよね。えっと成田家を確か行ったことがあると思うので一回行ったんですけど、あの豚骨系の割と美味しいラーメン屋ですね。なのであの全然美味しいラーメン屋だと思いますけど、ただ別にあの僕、外食自体しないので,で、一風堂とかも今ありますよパリ。ただ一杯1500円ぐらいするんですよね。なのであの日本に行った時食えばいいんじゃねえと思って、あの特にこっちの一風堂は行ったことないです。